算数クイズ、方程式を使わずに解きたい図形問題、おまけ問題付きです。では始めましょう。図のような正方形を2つ組み合わせた図形で、面積の合計は218平方センチメートルです。小さい方の正方形の一辺の長さを求めてください。では解説をします。右上図のようにこの図形を2つ組み合わせます。この時赤部分と青部分が重なっていますが、青部分1つ分を図のように等積移動します。すると赤部分の面積は元の図形2個分から新しくできた一辺20センチの正方形の面積を引いたものなので、右上のようになり、その一辺の長さは36イコール 6×6 より6センチ、よって小さい方の正方形の一辺の長さは上のようになり、7センチが正解となります。おまけ問題です。DF と DG が平行であるとき、色部分の面積を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。